雨が降っていた。お腹が空いて、寒くて、不安で、寂しくて。だけど、その場を動けずにいる僕を嘲笑うかのように、激しい雨が降っていた。だから、嫌い。雨は、嫌い。琥珀？大丈夫。大丈夫。私がここにいるから。大丈夫。ここにいるから。琥珀、私だよ。そうだ。すみません。どうして謝るの？琥珀は何も悪いことをしてないだろう。翡翠さんを起こしてしまいました。雨だね。ねえ、琥珀。雨を忘れさせてあげようか。忘れさせてください。大丈夫。
私がここにいるよ。ずっとずっと琥珀のそばにいる。それだけじゃダメかい？いいえ、それだけでいいです。それだけが僕の望みです。ねえ、誰か。もういっそ楽にしてください。僕を楽にしてください。早く連れてってください。神様、どうかそこへ連れてってください。どうしたの？そうやって横になってると気持ちいい？じゃあ私もやってみようかな。この人はどうして普通に話しかけてくれてるの？分かった。お迎えの人だ。きっと神様からのお迎えなんだ。やっと来てくれたんだね。ありがとう。
ねえ、君を拾ってもいいのかな？拾う？どういうこと？ここじゃないとこに行けるの？冷たいね。お腹空いてる？空いてる。でももう空かなくてもいいんでしょ？これからずっとお腹空かなくていいんだよね？まさか。これからずっと君はお腹空いたって思えばいい。まだ苦しまなきゃダメなの？まだここにいなきゃいけないの？そんなに僕は悪いことをしたの？その度にご飯をあげるから。こんなに冷たくなるまで雨に打たれなくていいように、折れそうに細い手首じゃなくなるように、そして何よりも泣き顔じゃなくて笑顔を見られるように。ご飯をあげるから私と一緒においで。君が笑っていられるように私がずっとそばにいるから。寂しくないように、泣かなくていいように、ずっとずっとそばにいるから。どうして？さあ、どうしてだろうね。たまたま車で通りかかったら渋滞に引っかかって、ゆっくりと走っている車の窓から君の姿が見えた。その時にね。
ああ、拾わなくちゃって思ったんだ。あの子を拾って帰らなくちゃって。それだけじゃ、ダメかい。どうして一番欲しい言葉をくれるの？さあ、帰ろう。お腹いっぱいご飯を食べなさい。思い出さなくていいよ。出会ったあの時、君は生まれ変わったんだから。君は今日から私の家族になるんだし、東久世家では名前に宝石の和名をつけるのが慣例だからね。琥珀という言葉には別の意味もあるんだよ。琥珀に全ての幸福を送るよ。
もういらない。これ以上何もいらない。この人に出会えた、それだけでいい。これ以上そばにいちゃいけない。これ以上望んじゃいけない。だから少しでも離れたくて。なのに初めてキスをしたのはいつ。全く言葉を交わさないまま、それでも当たり前のように体を重ねたのは、そのキスからどれくらい時間が経った時。ただのメイドでいいから、ずっと翡翠さんのそばにいられますように。どうしたの？あの日のことを思い出してました。どうして翡翠さんは僕を拾ってくださったんだろう。あんなに汚くてみっともなかったのに。そう考えてたんです。天使みたいに綺麗だったよ。誰かに拾われる前に私が拾わないと、そう思うぐらいに綺麗だった。今も琥珀は綺麗だよ。そんなことないです。どうして琥珀はそんなに自信がないんだろうね。天使みたいに綺麗だっていつも言ってるのに。さっきは過去形でした。本当にもうこの子はそういうとこだけ覚えてるんだから。褒め言葉は全く聞いてくれないくせに。だから今は黙って。わかった、私が悪かった。言い方を変えるからちゃんと聞きなさい。出会った時は天使みたいに綺麗だったし、今は天使よりも綺麗だと思う。琥珀ほど綺麗な子を私は見たことない。嘘ばっかりおっしゃらないでください。僕なんて。うるさい口は塞いでしまおうね。琥珀は私に抱かれてる時しか素直じゃないから。可愛い琥珀見せてごらん。
さっきまでしてたんだから、琥珀の中は柔らかいだろう。だったら自分で飲み込めるよね。はい。ちゃんとしないと入らないよ。だって…恥ずかしい…琥珀は私に抱かれることが恥ずかしいの？違う…そこがいいんだろ？早くしなさい。琥珀は後ろだけで行けるだろう。嫌じゃないよね。だって琥珀の中今すごく引きついた。ちょっと乳首をいじってあげただけなのに、琥珀の体は感じやすいね。
琥珀が行くまでいじり続けてあげるから、安心しなさい。今日一日、こんなにいやらしい姿を見せていたのかい？いつも乳首をいじると嬉しがるくせに。ああ、そうか。ごめんね、琥珀。忘れてたよ。琥珀が隣で寝てたから、てっきり明日が日曜かと思ってた。ずっといじられたら困ったことになるから、頑張ってたんだね。水さんは嫌らしい僕は嫌でしょ。どういう意味かわからないんだけど。一日中乳首尖らせて翡翠さんに抱かれたことばっかり考えてた僕のことを怒ってたから。だからどうしよう、泣きそうだ。バカだね。そんなこと思ってないよ。あれはね、琥珀の体は私だけのものなのに、尖った乳首を他人に見せたことが腹立たしかっただけ。いやらしい琥珀のことは大好きだよ。見せてないもん。シャツの上からでもはっきりと琥珀の乳首が分かったんだよ。それは見せてるってことでしょ。でも翡翠さんがそうしたのに。だから琥珀には怒ってない。あれはね、私自身に腹が立ってたんだ。どうして気づいてあげられなかったんだろうって。いくら琥珀が安全とはいえ。あ
完全？どういうこと？とにかく琥珀には怒ってない。それだけは覚えておきなさい。よかった。怒ってたんじゃなかったんだ。嫌われたんじゃなかったんだ。一緒に気持ちよくなりたい。言っていいよ。一緒がいい。本当に琥珀は可愛いね。